頑張っていただきたいはい、ありがとうございます。頑張ってきてほしいです。どうかな、頑張ってきてほしい。そして、最後2名、無事に落ちます。海上保安庁では海賊対処のためソマリア沖アデン湾に派遣される海上自衛官の護衛艦に8名の海上保安官をソマリア周辺派遣捜査隊として同乗させており、派遣捜査隊は海賊事案が発生した場合の司法警察活動に備えつつ、海上自衛隊とともに警戒監視や情報収集活動に従事しております。
回復手約45度10ノット護衛船舶同船からなし、護衛船舶に近づく目標なし。海賊対処行動開始から10年、今回の活動で護衛船舶が4船籍となりました。ソマリア沖アデン湾における海賊行為からの航行船舶の安全確保は重要かつ崇高な任務であり、挑戦すべき課題と考えております。我が国のライフラインとも言うべきこの海域において、日本のそして世界の船舶が安心して航行できるよう、海賊には指一本触れさせないという強い信念のもと、乗組員が一丸となって任務遂行に全力を尽くしてまいりました。先ほど派遣海賊対処行動水上任務部隊の任務を第33次隊の朝霧艦長に引き継ぎました。アデン湾での任務期間中、今年の3月にはこれまで積み重ねてきた船舶護衛の隻数が通算4船籍を迎えるとともに、2009年に開始した海賊対処行動10周年の節目にも立ち会うことができました。考えてみれば、このサミダレは10年前に第1次隊として派遣された護衛艦でもあり、そういう点では何か不思議な縁のようなものを感じますね。いずれにしても私がこのような記念すべき節目に立ち会えたのは、この10年間着々と実績を積み重ねてきた第1次隊以降のたくさんの関係者の努力の結晶であり、皆様に感謝しなければならないなと感じています。